一生は夢の間になる風は行く乱世の彼方へ
かき回してる今が抗議だ。ルートミの本陣を重ね、北条が本陣を狙って来やがった。敵の侵攻を食い止めねば。 敵を有利にしてくれるでしょう。敵を討ち取ったり、なんとか守りきれたな。 サルの天下、所詮先を。<笑>テルモとなりに頑張りましたね。勇み足については後でゆっくりと。三種の教え、みんな、よう耐えた。こっから反撃じゃ。まずは宝禄で本丸を攻撃するで。開門。 これぞ本領。今だ。全軍停止に突撃せ。分かってるさ。分かってるさ。ここは通さぬ。北条の結束は永遠に触れてくる。ここまでうまくいきましたね。 そろそろあの策を実行しようと思う。相変わらず、ただの即決ですね。まずは、互いの無事を喜んでもよいのでは。北条の魂、まだ尽きぬ。本丸令は誰も通さんぞ。
敵の戦意も下げましたか。さすがの勘兵衛殿、いい仕掛け時です。 そのために味方の目をそらす必要が。 本丸周辺で派手に功を立てましょう。そうすれば味方も大きな功を望むはず。 今のうちに引いてください。改めて死ぬことは氏康殿の願いではない。分かった、俺らは引く。北条のお殿様のために。この鬼を呼んで民を助けようとは優しすぎるな。あの者は敵将討ち取りました。 天下平定、ここにありなった。皆の者、大義。これで太平の世はなった。刑もようやく読書三昧の日々を過ごせるな。ええ、ですが輝元がちょっと心配です。隠居する前に釘を刺しておきましょう。